はいよ。さてとってことでね、結局ね、今どこにおるかって言ったら、快活クラブに来てます。結局ね、鍵と希望を起こして撮ってますけどね。静岡の駅前にね、ちょうどね、行くときにね、ちらっとね、見えたんですよね。快活クラブの案内が。あ、そうはあるんやなと思っとって。まあ、せっかくね、ちょっといろいろ勉強されましたけど、このね、駅に乗ってっても考えたんですけど、まあ、ちょっとね、疲れましたしね、いろいろとね、ちょっと取り高もありましたんで、ちょっと確認だてだね、ちょっと飽きながら、店内飲食でも OK ですから。なんですか、これ面白いのが、ここの快活クラブさん、完全に駆けつけ棒を残してるだけなんですよね。でね、ドリンクがね、なんとね、あ、これ持ってきてるじゃないですかね。もう三重の皆さんなら、あれ何やっとるんや、お前ってね。ね、駆けつけ棒を残してはね、飲み物飲んだらあかんぞって私も動画で散々言ってましたよね。なんとね、ここはね、持ち込み OK なんですって。え？なんでなんやろと思ったらですね、多分ね、こういうカラコイです。今ね、来たらね、ドリンクバーがね、よくカラオケ屋さんに置いてあるようなドリンクバーじゃなくて、自販機が置いてあるんですよ。で、自販機で、ジル、それが、1個ずつ買えるっていう風になってるんですね。多分ね、これだと、自販機で買ったものの持ち込みになるんで、大丈夫なんでしょうね。っていう、面白いコース。多分これコストは かかるんですけど、多分これでないと、この中にね、同じ紙コップで同じような感じなんですけどね、定量で、まあ、自販機での販売っていう風になるんで、多分大丈夫だってことないでしょうね。ありがたくいただきましょう。これは助かりました。何しろ歩き回ってましたからね。でね、ちょっとくつろきながら、ちなみにここはね、本当に鍵と希望を起こしてた時みたいで、で、料金も駅前ってことで、ちょっとね、ちょっと気合が入ってますね。ナイトパックとかはないですね。9時間で2500円。まあでもナイトパックの時点で2500円だったら、今だったら、ね、鍵と希望を起こしてだったかな。12時間パックで3000円ってことなんで、まあちょっと休んで、ね、場合によっては朝一までおって、まあそれでもね、向こう24時間、800円ですから、一緒の値段できますから、12時ぐらいまでね、お昼まで行けますから、このまま朝までおってもいいっちゃいいですからね。ワンチャン、そうすると3700円 ?15 時間で3700円やった。これで朝の6時までおったら3700円。まあまあ、ホテルともような感じの値段にはなってきますけど、まあね、その間に充電とかもできますしね、そう、間違えて私ね、こう、プラグとかはね、2つ持ってきたんですけどね、コード1個しか持ってこいかなかったんでね、充電がね、同時にできないっていうね、まぬけなことやりましたけど。さあ、ではね、まずね、買ってきたものをいろいろとね、整理していきたいと思います。これね、まずね、どうしようかなと思ったら、ふとはデザートを最後にしますけど、ちょっとすみません。今ね、これね、焼きたてのね、まんじゅう、さっきの黄金まんじゅう、ね、これをね、ちょっとゲットしましたので、これからね、ちょっといただこうかなと。写真とかちゃんと出しますけどね、これがね、杉の屋さんね、黄金まんじゅう、黄金まんじゅう、すいません、ちょっと読み方をちゃんと確認しておけばよかったですけど、これは岡崎の、先のやつだな、で、これね、これわざわざね、書いてくれてますね、こんな感じで、ちょっと、はい、こっち手からね、かぼちゃで、こっちから好きです。かぼちゃのまんじゅうですよ、かぼちゃのまんじゅうはちょっと、うちのね、そうなんですよ、リスナーさんでね、2人のかぼちゃ好きがいましてですね、もうとにかくね、かぼちゃ、かぼちゃが嫁っていうね、鈴月が嫁だったのか、かぼちゃが嫁だったのか、うん、とにかくね、かぼちゃを愛するね、男がいますからね、かぼちゃまんじゅう売ってますよ、静岡ね、うん。ね、今度一緒に静岡来たときは、かぼちゃまんじゅう食べましょうね。じゃあ、まずは、どうしようかな。あそこから行ってみようか。ちなみにそのね、ほらほらって言ってた。これね、ほら。あ、これかぼちゃの方取っちゃった。ほっとこい。ほら、あとあとほかほかですよ。本当はね、カスタード今焼いてますよって言ってたんやけどね。まあとりあえずね、こっちもね、まだまだほかほかやったんでね。またカウンターのところからまた、老舗の感じでね、もう昔から使ってますって感じのね、美味しいやつを出すとお店のね、雰囲気バンバンでしたからね。いただこうと思います。これね、うちらゴーザソーダって何て言うんだっけ、他のとこ大判焼きとか回転焼きって言うんでしたっけね。でもここは黄金まんじゅう、
これまたろうか。あ、でもさっきゴザソロがあったからゴザソロでも通ると思いますけどね。いただきましょう。ちょっと一回りゴザソロよりはちっちゃいけど、その分一回りちょっと分厚いかな。うん、聞いてください。うん、がっつりかぼちゃですね。あ、これはまた緑茶かにしといてよかった。これは大正解。甘い。はあ、足伸ばそう。全然まあまあ疲れてますからね。歩きっぱなしでしたからね。いやうまっ。うんうん、なんかホクホク。あ、もうこれ何十、まあ満州なんですけど、なんだろうな。あー、おいしい、おいしい。まさに黄金って感じになってますよね。黄金まんじゅうの何にふさわしい感じになってますけど、かぼちゃの甘みで砂糖も入ってると思いますけどね、かなりかぼちゃの甘みでね、こうあのこうまんじゅう感を出してる感じでね、あ、あ、おいしいこれ。いろんなまんじゅう今までもう食べてきましたけどね、栗まんじゅうとかもありましたしね、最近だったらあれ、そうですね、栗、あれ栗まんじゅう、栗大福でしたっけ、あの1個まで食べてるとかね、あのありました。これはどこと、これは美味しいな。うん、美味しいです。これはね、他で食べたことない。かぼちゃの和菓子っていうね、まあ確かにいろいろありますけど ね、それこそね、こうあのあ、それこそまんじゅうみたいなやつから、うん、和菓子でね、和菓子でかぼちゃを使った和菓子なんてのはね、見かけることもありますけど、いや、これはない。あの、今まで食べたことないよ、これ。いやー、これは美味しい。これはいい店見つけましたよ。これは友人にもね、おすすめできます。あ、ちなみにその友人の友人がかぼちゃ大好きですからね。これ、あの、静岡開けた時は、もう、あの、来るよっていうことでね、好きな屋さんがさ、よくありましたね。うん。で、こっちが好き。うん、うん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 、おいしい。粒あんですね。で、あの、特徴としては下の生地を厚めに作っといて、そこに置いて上の生地を薄くするっていう構造なんで、これ結構均等にしようとするところが多いんですけど、あえてこれ下上下を作ってありますね。おいしい。あんもおいしいですけどね、生地がこうやって作ってあるとね、そしてキャンの味が薄くなりやないかっていうね、あれもだから薄いのがいいっていうふうに言いますけど、これ生地が美味しいですわ。生地が美味しいから、生地との相性でね、やっぱりその小麦と小豆のコラボレーション、うまい。はい、これは当たりですよ。絶対だって、絶対うまい饅頭を出す店の香りがしてましたもん。あの、それほどね、あの香りが強くね、あの小豆の香りがしてたわけではないんですけどね、なんて雰囲気でね、うん、あ、これちなみに今2個食いましたけどね、うん、1個1個まあまあボリュームありますね。あの、さっき言ったようにパッと見ね、あの半径がね、あの大判焼きじゃねえと講座総量よりちょっと一回ちっちゃいかなって感じがしましたけど、分厚さがね、しっかりあるんでね、あ、結構これはね、多分ね、お腹が空いとったらね、4つぐらい食えや、山田さんでね、あんまあまあちゃんと小腹膨れるなって感じですから、普通の方多分2個食ったら十分ですよ、これ。うん。いやー、これ4種類製法ね、なんなら明日買いに行こうかな。さあ、あとは、とりあえず、これがね、とりあえずまず、何でしたっけ、杉の屋さんね、杉の屋さんの、これね、静岡市の駿河区なんですね。あ、ここが駿河区なんですね、やっぱ、まあ、中心部の、静岡市駿河区南町 4-35 ということで、あ、日曜日定期、危ない、明日だったら休みだった、
おお、じゃあ明日行こうっていうのはダメですよ、無理ですね。うんうん、あ、よかった、土曜日に来てよかった、はあ、よかったよかった。ということで、杉根さんの大根まんじゅうかな、小金まんじゅうかな、すいません、確認またしときます。美味しくいただきました、ありがとうございました。この後、引き続きね、どんどん紹介していきますからね。